皆さんこんばんは。前回ゴルフ 7.5 のスマートキーの、電池交換のメッセージが出ましたという動画を上げました。その後ですね、ディーラーの方に問い合わせをして、このような場合は、無償で電池を交換してもらえるというふうなことをお聞きしましたので、土曜日にちょっと空いてる時間を見つけてディーラーの方に行って無事にスマートキーの電池を交換してもらいました。そうですね、このキーが、電池がなかったんですけども、ついでにもう一つの方のキーね、これ、もう一つは私が使ってる方なんですけど、こちらの方の電池も交換してもらいまして、今は、車内に、入った状態ですけれども、全然通常通りの、何もメッセージは出てない状態です。このようにですね、おそらく新車で買ってたりとかしてるので、保証が効いてる間はおそらく無償で交換してもらうのかなというふうに思います。やはりずっと電波を出しているような代物なので、大体ディーラーの方に聞くと、短いケースだと半年ぐらいで、持ったとしても1年半ぐらいでバッテリーの方が切れるというふうに聞いていますので、それを目安にですね、電池がなくなりそうな時からは少し警戒をしながら、見ていた方がいいのかなというふうに思ってました。次回の動画では、万が一バッテリーが減ってエンジンがかかりにくくなった場合とか、ドアがね、この室内の方に入れなくなった場合の対処方法について記録してみたいと思います。では今日は失礼します。